ク酒場。はい、どうも大勢秋葉でございます。いつもありがとうございます。ということで今回もやっていこうと思いますけども、このチャンネルでは1960年代、70年代、80年代、90年代の音楽やアーティストを中心に僕が誰からも頼まれてもないのに勝手に解説するといった、チャンネルになっておりますので、ぜひお時間ある方最後まで聞いていっていただければ幸いです。このラジオ放送版ずっとやっておりますけども、このラジオ放送版ではですね、16分間にわたりですね、毎回1曲について、まあ曲の背景だったり特に歌詞を中心にお話しするといった、感じでずっとやっておりますので、まあダラダラと、聞いていっていただければなと思います。音楽酒場、まあ酒場というコンセプトでやっておりますので、まあお酒でも飲みながらゆるく、まあ音楽について、語っていただければ、語っていただければ、聞いていただければなと、いうふうに思います。まあ、毎回言ってるんですけどね。まあ、酒飲んで酒場みたいにって言ってるんですけど、まあ、このね、なんかもしね、動画が縁があって、もしこれ聞いていただけるね、方がいたのであれば、まあ、このラジオ聞き終わった後、ちょっとでもいいなと思ったらですね、曲を聴いてほしいなっていうふうに思うんですね。別に僕の登録、チャンネルを登録してほしいとか、そういう、ことではなくて、曲をですね、僕がこう、広めたいというかね、改めて、音楽の、こう、なんていうんですかね、人生と共に音楽っていうのがありますので、そういったこう、皆さんのなんか、人生の、一部に寄り添えるような、まあ、そういった音楽体験をしてほしいなっていう、まあ、願いがありますので、まあ、もしこれ聴いてくださった方々はね、ぜひ、この後ちゃんと音楽として、聞いていただければなというふうに思っておりますけども、ということでですね、今回もね、一曲について、紹介しようと思うんですけど、まあ、昨日も、言っておりますけども、まあ、今週の、今週というか、18日ですね、まあ、ちょっと堤恭平さんのトリビュートライブに僕ちょっと行く予定がありまして、そしてまあね、ソングスとかでも22日にですね、堤恭平さんの、まあ、なんか、特集が組まれるということで、堤恭平さん、最近そういうね、昨年お亡くなりになってしまいましたけども、そういう堤恭平さんを改めて見直すという、まあ、流れが来てる部分もありますので、ちょっと今週は、堤恭平さんの、まあ、楽曲を中心に、紹介しようというふうに思っております。まあ、今日ご紹介する楽曲はですね、岩崎宏美さんのですね、ロマンスですね。もうこれ岩崎宏美さんの、まあ、大ヒット曲でございます。まあ、こちらを紹介したいなというふうに思います。まあね、後半では歌詞の方にちょっと触れていこうと思いますけども、まあ、歌詞の解釈っていうのはですね、まあ、人それぞれで、あくまで僕個人の解釈ということでですね、ご了承いただければなというふうに思いますけども、まあ、こんな感じで僕の意見ということでですね、喋っていこうと思います。ということでですね、今夜もですね、まあ、音楽酒場で、素敵な音楽とともに酔いしれていただければなと思います。では行ってみましょう。大勢秋葉の音楽酒場。はい、ということでですね、今回ご紹介する楽曲は岩崎宏美さんのロマンスでございます。まあまあ名曲ですよね。まあ、岩崎宏美さんの2枚目のシングルということで、デビュー曲デュエット、から、次の楽曲がこのロマンスということでございます。この楽曲やっぱりですね、堤恭平さんのメロディーということもあって、まあ大ヒットを、まあ、したんですけどね。それと同時にやっぱりこの作詞の阿久悠さんっていうね、まあ、阿久悠さんといえば、まあ、本当に昭和を代表する、まあ、大作家でございますけども、まあ、ピンクレディ中心にいろんな、アイドルの方の、作詞なんかも手掛けておりますし、まあ、演歌、いろいろこう、ジャンル問わずいろんな楽曲の、作詞を手掛けております。まあ、このロマンスも、そんな阿久悠さんの、作詞で生まれたわけですね。で、この楽曲は1975年にリリースされたということでございまして、結構、今からもう40年近く前ということでございましてね、まあ、本当に名曲だと思います。で、最近だとね、昨年ですね、宮本浩次さんがですね、エレファントカシマシのね、ロマンスという、まあ、カバーアルバムを出しまして、で、そのカバーアルバムのタイトルがロマンスということでですね、まあ、カバーアルバムの中にもこのロマンスがね、収録されております。そちらもですね、宮本さんがですね、絶叫して歌うっていう、そのなんかね、ロマンスの、なんかこの岩崎さんのロマンスはまた全然違う色を持ってる、感じなんで、そちらもですね、ぜひ聞いてみるとなんか面白いかなっていうふうに思いますけども、このロマンスですけどもね、
まあ、2枚目のシングルということで、まあね、今回も売りたいなというね、まあ、そんな背景があってですね、まあ、その、私たちという楽曲と、まあ、このロマンスという楽曲が、あったんですけども、まあ、昔ってこう、A 面、B 面、まあ、今で言うとこう、シングルカップリングみたいな感じでね、A 面、B 面ありますけども、どっち A 面に持ってくるかっていうことをですね、ギリギリこう、までね、決まらなかったらしいんですよね。それで、最終的にこのロマンスという楽曲が、採用されたわけなんですけども、まあ、このロマンス、歌う、要はその最初のね、そのデビュー当時のアイドルっていうのは、なんかね、ワイドショーとか朝歌う時っていうのが多かったらしくてね、当時。で、やっぱりそういうことを考慮した上で、朝歌うってことを考えたら、このロマンスっていうのが歌いやすいっていうね、ことなんですけど、まあ、そんなことないと思うんですけどね、僕は。ロマンスでも結構難しいんじゃないかと思いますけどね。まあ、やっぱロマンスも結構これね、声高いですからね。まあ、岩崎宏美さんといえばですね、やっぱ歌がうまいっていうのは非常に特徴ですよね。まあ、本当にいろんな代表曲がありますけど、やっぱり歌がうまいんですね。岩崎宏美さん、まあ、スター誕生ですね。彼女は有名になったのはですね、スター誕生からですね、有名になったわけでございますけども、まあ、本当にまあ、歌がうまいので、まあ、このね、ロマンス歌ってる当時、岩崎宏美さん17歳っていうね、非常に若いですよね。まあ、こんな若い、女性がね、こんな難しい曲歌っちゃうんだっていうね、それがまたね、お見事なんですけども、で、やっぱりこのね、包みサウンドというのがありまして、やっぱりこう、イントロからですね、こう、なんかこう、高揚感が上がってくるような、ストリングスのですね、イントロっていうのがまたこれたまらないんですよね。バッパパッパパっていう、ね、すごい僕が言うと単調になりますけども、ね、なんか何か始まるぞみたいなね、もうなんかその、なんかもう、何かが始まる知らせみたいな、そこがすごく特徴的なのかなと思います。で、この歌詞がですね、この後紹介しますけども、まあ、17歳の岩崎ひろみさんが歌ってるということで、やっぱりこう17歳とかね、そういった年齢の、まあ、女子のですね、まあ、そういった、初恋なんかを描いてる楽曲で、非常にピュアな、歌詞になっておりますので、まあ、そちらもですね、この後、まあ、ちょっと頭の片隅に入れておいて、聞いていただければなというふうに思います。それではですね、歌詞の方行っていこうと思います。はい、ということで今日ご紹介する楽曲は、ロマンス岩崎宏美さんでございますけどもね、まあ、実際に僕がね、18日に行く、ライブでもですね、岩崎さん登場して歌われるということで非常に楽しみなんですけどね、じゃあちょっと歌詞の方をですね紹介しようと思います。まず最初ですね、あなたお願いよ、席を立たないで、息がかかるほどそばにいてほしい、あなたが好きなんです。ああ、いいですね。いい始まりですね。もうあなたと痛くてしょうがないっていうね。すごくピュアな、まあ、女性が描かれてますね。もうお願いと、席立たないでってね。まあ何の席なのかわからないですけども、多分隣に座っててね、ちょっと私一人になるのが嫌だわっていうね。息がかかるほどそばにいてほしいって、この表現がまたね、悪友さんのね、こうパンチの効いたちょっと息の、表現ですよね。そばにいてほしいっていう表現をするときに、息がかかるほどっていうね、まあそういうものをね、するつけて表現するってまさにこう分かりますよね。その息がこう伝わってきますよね。聞いてる側からもしてもね、なんか誰か好きな人の息の声がこうちょっとふわっと聞こえてくる感じしますよね。それほど近いってね、今だったら密ですってね、ようになっちゃいますけどね。だから密にしてほしいってことですね。で、あなたが好きなんです。いいですね、ストレートにね。続いての歌詞ですね、一人でいるのが怖くなる、このまま会えなくなりそうで、口づけさえ知らないけどこれが愛なのねというね、ここもいいですよね。一人でいるのが怖くなるって、このまま会えなくなりそうで、まあ確かに、ずっと一緒にいるとね、なんかお別れっていうものをこう連想すると怖いですよね。まあ松田聖子さんの赤いスイートピーにもありますけど、あなたが時計をちらっと見るたび泣きそうな気分になるのってありますけどね。なんかずっといて楽しいと徐々にこのね、お別れすることを考えてしまうっていう、まあ人間のそういうなんか感情の起伏ですけども、そして口づけさえ知らないけどって、まだその恋愛に対して、あまり恋愛をしたことがないというね、そういう状況ですよね。だから17歳って感じですよね。まあ学生ってことですよね。口づけさえ知らないけどこれが愛なのね。ね、一人でいるのが怖くなることが愛なんですね。きっと愛ってあなたを好きって思ってる気持ちよりもさらに上手で、あなたが好きすぎてもうそばにから離れないで、であなたとずっと一緒にいると
このまま会えなくなりそうで怖いのっていう、その恐怖心まで行って初めて愛になるっていうね、そういう風に僕も思ったりするんですけど、まあこれが愛なのね。ね。で、続いての歌詞ですね。もしも飛べるなら飛んでついていく、たとえ嵐でもたとえ遠くでもあなたが好きなんです。これもいいですね。まるで今の私、迷い子のようね、あなたが好きなんです。ここもいいですね。もしも飛べるなら飛んでついていく、またね、松田聖子さんの赤いスイートピーで、例えて申し訳ないんですけども、翼の生えたブーツでね、っていうあの歌詞ありますけどもね、なんかこう飛んでついていくってね、なんかこう飛ぶっていうなんか表現あるんですね、よくね。こうなんかこう浮遊感があるというか、幸せすぎてこう飛んでくみたいみたいなね、こうなんか恋に舞い上がるとこうなんか飛ぶっていう、なんかそういうのはよくありますよね。なんか飛ぶっていうかなんか飛んでくみたいな、飛んでこの今愛に満ちてるのみたいなね、ありますけど、でたとえ嵐でも遠くでも、ついていくね。それほどの覚悟なんですね。やっぱりこう若さゆえの、なんかこう無防備にこうあなたのことをもう愛してもうどこでもついていきますみたいなね、そういう感じがあっていいですね。徐々にこれ年を重ねていくごとに現実的になっちゃうんでしょうね。それも嫌ですけどもね。まあ、ただこの純粋ピュアな、感じがいいですよね。であなたが好きなんです。で今の私、迷い子のようねって、これもちょっといい表現ですよね。迷い子ってね、ちょっと自分を避けてるわけですよね。あなたが好きすぎてもう周りが見えなくなってるって、まあ恋は盲目なんて言いますけどもね、私はもう迷ってるのよということですよね。だからこれってですね、まあまあちょっとね、まだ謎な部分であるんですけど、多分お付き合いしてるんでしょうね。してないかのかな、どうなの、してない場合もありますけどね。してなくてあなたに好きという言葉をね、言えない、あなたが好きなんですって何回もこの歌詞出てきてんのに、それをあなたに直接まだ伝えきれてなくて、私今迷い子のようになってるって、まあそういう考えもできますけどもね。はい。そして続いて、生まれて初めて愛されて私は綺麗になっていく、甘いロマンスなの幸せな私、もうこんな幸せな歌詞あるでしょうかというね。まあいろんな失恋の曲ばっか僕が紹介してきたからかもしれないですけども、こんなね美しいね、だって昨日紹介したの飛んでイスタンブールですよ。一夜限りの恋とかね、なんか空箱にも満たない恋とか言ってましたけど、全然違いますよね。生まれて初めて愛されて私は綺麗になって、まあ女性はね、なんかこう 愛されると綺麗になるみたいなね、ありますよね。なんか男性に愛されると綺麗になってくっていうね、まあそこの表現ですよね。本当にまあ初めての恋っていう感じですよね。甘いロマンスなの、ここでロマンスという言葉が出てくるんですね。なんかロマンスね、いいですよね。幸せな私ってね、幸せな私っていうことをね、幸せな私ってこのまま直接言う歌詞ってなかなかないですよね。だからこう面白いのがですね、悪友さん、やっぱりこのね、息がかかるほどそばにいてほしいっていう、ちょっとこう遠回しだけどもこう伝わりやすい言葉を言ったかと思えば、めちゃくちゃ直接的にあなたが好きなんですとか、幸せな私とか、そういった直接的な言葉なんかもこう織り交ぜることによってですね、よりそのなんていうかな、10代の、すごいエネルギッシュな、ラブソング感がね出てくるんですね。それがまたいいんですよね。はい。そして、最後ですね、こんな私だから抱きしめていてね、あなたお願いよ、席を立たないで、息がかかるほどそばにいてほしいということでございます。まあ、これトータルしてお付き合いをしてるのかしていないのか論争でこう言うとですね、まあ、僕はしてるとは思うんですよね。してるとは思うんです。だけど、してるけど、やっぱりこの恋のイロハがわからないわけですよね、最初に。だからきっと多分、お付き合いしてる男性は、相手の男性はね、結構割と上手というかね、慣れてるタイプの男性なんじゃないかなと僕は勝手にこう、思いを妄想したりしてるんですけど、まあ、こういう妄想も楽しいんですよね。きっと上手な男性でね、あなたは、きっとモテるだろうし、ね、いろいろ恋も経験してるから、あなたがどっか行ってしまいそうで怖いのみたいなね、そういう感じもしますよね。だから席を立たないでって、どこに行くのっていうね、なんか私のものであってほしいっていうね、なんかそういうちょっとなんか願いみたいなね、そこがいいですよね。まあ、とにかくもうこれは幸せになる曲ですよね。もう非常に幸せな、本当に。もう本当に色で言ったらもう本当にピンクとか赤ですよ。この曲は。今まで紫とかね、グレーとかね、あんな色ばっか紹介してきました。本当にこれはもうね、ピュアな、淡いピンク、淡い黄色みたいな、そういう、曲で、そういう曲ではないですけど、まあ本当にやっぱりその、筒美京平さんのやっぱりこうね、高揚感高ぶる、この10代の恋の始まるこのエネルギーが、満ちたような、まあそんなですね、このね、作曲センスっていうのもこれまた、ポイントになってきますので、ぜひ皆さんも、聞いてみていただき、聞いてみて、見てはいかがでしょうか。ということで、以上になります。
大瀬秋葉の音楽酒場。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ロマンスですね。岩崎宏美さんの楽曲紹介しましたけど、松住恭平さんが織りなすメロディーライン、そして阿久悠さんの、まあその10代の恋心がわかるといった、まあそういった、作詞センス、それが融合した、まあ大ヒット曲でございます。やっぱ堤恭平さんと阿久悠さんコンビは、まあ、やっぱ名曲にならないことがないんですね。はい。となのでね、すごいいい曲なんで、ぜひ聴いてみてください。ね、ということで、まあ今日も、まあ4月、ね、まあ、あったかいですけどね。最近こういうロマンスみたいなね、ちょっとこう、映画を見ることが多いんですよ。小説読んだりね。なんかこう、ピュアな恋愛、こう、物語みたいなのをね、一人で酒飲みながら見てるっていうね。なんか、この縮図だけを見るとすごく悲しいんですけど、なんかそういう、ことで、ちょっと疲れた時にチョコレート食べるぐらいの感覚で、甘い恋のお話を見るみたいなね、そういう感じで、なんか疲れてるのかな、まあそんな感じですけども、まあそういう日々を過ごしております。なので今日もこういう曲を紹介したんでしょうね。まあこの先も、今週は、堤恭平さんの楽曲を中心にお送りしたいというふうに思います。では皆さんまた明日、よろしくお願いします。ということで今回は以上になります。ありがとうございました。